おい、霊夢。どうしたの、マリサ。今回はこの埼玉県について、話していこうと思うんだ。ほう、一体埼玉の何を見ていくの？今回は埼玉の土産物として、埼玉の銘菓を取り上げようと思うんだ。前回の動画では、埼玉の三大銘菓のうち、草加せんべいと五花棒を取り上げた。そこで、今回はもう一つの埼玉三大銘菓の、芋菓子について話していこうと思うんだ。加えて、川越の名産である、川越抹茶も少し紹介するぞ。さつまいもも川越が有名だったよね。ということは、今回は川越について話していくわけね。そういうことだ。それは楽しみね。ちなみに、草加せんべいと五花棒については、別動画があるので、ぜひそちらもチェックしてね。では、早速始めていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。芋菓子。埼玉の三大銘菓の一つが芋菓子だ。そして、この芋菓子は、主に川越で有名な銘菓なんだぜ。ちなみに、芋菓子とはその名の通り芋でできた、お菓子の総称なのだが、川越はさつまいもが名産なので、主にさつまいもでできたお菓子のことを指すよ。現在では、例えばお土産で有名な、花椒うもんのさつまいもと粒あんを、もち粉の生地で包んだ芋こいや、他にも、お札チップス、紫芋シュークリーム、さつまいもあんで作ったかりんとう、さつまいもタルト、さつまいもソフトクリームなどなど、川越に渡したようなさつまいもを使った、芋菓子が存在するんだ。お、美味しそうだな。そして、その歴史は古く、芋菓子を販売する、老舗のお菓子屋が多くあるんだぜ。川越旅行行きたいね。でも、どうして川越とさつまいもは関係があるの？では、ここでなぜさつまいもが、川越の名産となったのか？見ていこうか。それは面白そうだね。ちなみにこの川越のさつまいもは、川越芋というのだが、現在で言うと、川越市のほか、所沢市、狭山市、新座市、三好町にあたる大きな地区がその栽培範囲となるよ。川越市だけではないわけね。そして、川越周辺とさつまいもの関係は、江戸時代に始まるんだ。では、この辺りに少し近づいて、地形とともに見てみよう。ここに川越城の遺構、本丸御殿があり、江戸時代はこの辺りが中心となっていたんだ。そして、その城下町は城の南西に存在した。現在でも川越駅とかがあるね。ちなみに、この川越城の歴史は古く、15世紀の頃に江戸城を築城した太田道灌と、その父親が主君に命じられ、この川越城を築城したんだ。その後も御宝城、江戸時代、近代そして、現在まで重要な場所となっているんだ。今でも川越は小京都として有名だよね。そうだね。時の鐘や江戸の情緒を残した街並みなどがあり、埼玉県内でも屈指の観光地となっているんだ。でも、そのような川越が、さつまいもと関係するのはなぜなんだろう。では、その理由を読み解いていこう。ところで、ここに川越城があるのだが、その地形にはどのような特徴があると思う？むむ、そうだな。城があるところが高所になっているとかか？おう、正解だ。では、もう少し近づいてみよう。前回見た草加は低地で、水が豊富な場所だった。しかし、この川越は大地上にあるんだ。というのも、城を築城する上で周りを見渡したり、防衛のために高所を選んだからだろう。さらに大地は南の方に続き、川越城は大地の先端に存在するんだぜ。では、もう一度広域的に見てみよう。確かに、大地があって、川越城は北端にあるわね。そして、この地形が川越において、さつまいもが名産になったことに関係しているんだぜ。ほう、どう関わっているんだろう。この川越は武蔵野台地という台地上に存在する。では、もう少し広い地図を見てみよう。これは東京と埼玉南部の標高図なのだが、先ほど見ていた川越はこの辺りにある。そして、この辺りが東京の多摩地域となるんだ。この地図を見て、ここの東京の青梅を中心にして、扇形に台地が広がっているのがわかるかい？この範囲だ。おお、川越が北端にあって、東京の23区の一部も含まれているな。そうだね。この範囲の台地を武蔵野台地と言うんだ。ちなみに皇居はこの台地の東端にあるぞ。この武蔵野台地は、ここの青梅を起点とする扇形の台地で、今は南に流れている多摩川が、大昔に北東などにも流れ、この形が出来上がっているんだ。大きな地形だ。そして、川越がこの地形に含まれていると言うんだね。そういうことだ。この武蔵野台地の地質が、さつまいもと関係してくるんだ。おお、ここでさつまいもが登場するのか。そうなんだ。ところで、この武蔵野台地は、作物に向いていると思うかい？むむ、どうなんだろう。わからないな。この武蔵野台地の表面は好気性が良く、黒い腐食土で覆われており、一見耕作に適するように見えている。しかし、実は武蔵野台地はこの土壌のせいで、作物が育たない不毛の地だったんだ。ほう、なぜなんだろう。というのも、この黒木土を含む地層を、関東ローム層というのだが、この関東ローム層は火山性物質などからなる地層で、作物の生育に必須である、リンを供給することができないんだ。それは大変だ。
ちなみに関東ローム層は、関東の大地に幅広く分布しており、茨城や千葉などの大地も覆っているんだ。ということは、関東の大地ってもともとは不毛な地だったんだ。そうだね。江戸時代以降の努力があって、今の形があるんだよ。ちなみに関東ローム層に関しては別動画があるので、そちらもチェックしてみてね。そして、今回取り上げている川越も、武蔵野大地上にあり、不毛な地だったんだ。それは大変だ。しかし、そのような川越だからこそ、さつまいもが名産となったんだ。そのきっかけは江戸時代中期に起こった、享保の大飢饉。この大飢饉に対して、八代将軍の徳川吉宗は青木昆陽という蘭学者に命じ、さつまいもの普及を命じたんだ。さつまいもの原産地は中南米で、16世紀頃に日本にもたらされ、薩摩鹿児島に伝来していたんだ。薩摩の芋だからさつまいもと呼ぶんだね。そうだね。そして、このさつまいもは中南米を原産地とすることから、暑さに滅法強く、荒れた土地でも、肥料や水なしでも生育することができるくらい、丈夫な野菜なんだ。つまり、不毛な地でも育つんだ。むしろ水はけが良く保水力も優れている、関東ローム層に向いている作物なんだ。おお、じゃあ、川越にもぴったりな作物なんだね。そうなんだ。そこで、所沢市の南長井村の吉田八右衛門という人物が、当時のさつまいも栽培の先進地であった。上総から種芋200個を取り寄せ、栽培を始めたんだぜ。これが川越のさつまいも栽培の始まりとなるんだ。その後、近隣の村にも広がり、1700年代前に、川越にさつまいものイメージが定着したんだ。この頃の江戸では焼き芋が大ヒットしたんだぜ。その理由は、さつまいもが庶民の食べ物では、数少ない甘い食べ物であったこと。そして、とても安く手に入ったことが挙げられるんだ。美味しいさつまいもは甘いもんなー。加えて、この川越周辺の立地が良かったんだ。例えばだが、川越じゃなくても武蔵野大地上ならば、さつまいも栽培に関して、どこでも良いと思わないかい？確かにな。同じような地質だし、特に問題はないよね。ということは、この川越あたりには別の良い点があったということだね。そうなんだ。その良い点とは、川越付近を新河岸川、そして荒川が流れるという点だ。これらの河川を通して川越は江戸と結ばれていたんだ。なるほど。船運が使えるというわけだね。そういうわけだ。さつまいもは重くてかさばるため、陸路での運送に向いておらず、船運での運搬の方が有利であった。ということは、そうなんだ。このような理由から、河川で井戸と結ばれている川越では、さつまいもをたくさん生産し、出荷することができたんだ。おお、だから川越じゃないといけなかったわけだね。そういうわけだ。もちろん、武蔵野大地上の他のところでも、さつまいもは作られた。けれど、先ほどの理由から特に川越で、さつまいも栽培が盛んになったんだ。そして、川越では流通量も多く、質も良かったことから、1830年頃の書物諸国名物番付には、さつまいもの代表産地として、川越地方と記載されていたんだ。ここから、川越イコール、さつまいもというイメージが定着したんだ。そして、この大ヒットを受け、近郊の村では、こぞって江戸向けのさつまいもを栽培したんだぜ。中でも、川越芋は質が良く最高級品とされていたんだ。ちなみに、川越あたりが江戸から13里あったので、ここから来る焼き芋のことを13里と呼んでいた。そのため、焼き芋屋さんは、キャッチコピーとして、栗よりうまい13里、と触れて売っていたそうなんだ。覚えやすい語呂合わせだね。ちなみに京都で焼き芋が登場した際、栗に近い味だったことから、栗ほどではないけれどという、謙遜とシャレを入れて、8里半と呼んでいた。これをもじって13里という意味もあるんだぜ。それほど自信があったわけね。また、栽培方法に関しては、川越地方の赤沢二平という人物によって、1866年から研究され、現在に通じる栽培方法が確立されたんだ。その方法は、たくさんの芋ができる良い苗を選ぶ、畝を高くする、堆肥をたくさん入れるなどの方法なんだ。1871年の調査では、彼の畑では他の畑の 1.5 倍から2倍の収穫量があったと記録が残っているんだぜ。それはすごいな。このような要素があり、川越のさつまいもは有名になっていったんだ。ちなみに先ほど言った、川越市、所沢市、狭山市、新座市、三好市町にあたる地区では、さつまいも栽培が開始されてから、昭和30年代まではとても多くの生産量があり、一大産地だったんだ。けれども、今ではほうれん草等の葉物野菜に、おされ気味であまり栽培されていないんだ。へえ、今はそこまでなんだね。現在では鹿児島がトップで、次に茨城、その次が千葉となっているんだ。千葉、茨城は川越と同じように、関東ローム層と関係がある。そのため川越と同じように、青木昆陽の影響と考えられるんだ。一方で、今の川越では、100年以上続く伝統的な品種で有名な紅赤や、最も栽培されている紅あずま、紅はるか、栗金時などの多くの品種があるんだ。ぜひ食べ比べしてみたいわ。今では生産量は変わったけど、江戸のさつまいも文化が、現在の川越にも残っているわけね。そういうことだね。以上が川越のさつまいもについてだ。やっぱり、この場所の特産もまた、地形と関係していたわけだね。
そうだね。では、次にこの今の川越付近の旗地を、空撮写真で見てみよう。少し脱線するが、この地域は世界農業遺産に認定されている場所でもあるので、それを説明しておこう。世界農業遺産、この川越周辺はそのような重要な場所なのか。武蔵野台地の世界農業遺産。川越城や川越の市街地はこの辺りにある。一方でこの辺りに肌色の土地が短冊状に並んでいると思う。この一部がさつまいもを生産している農地となるんだ。なんだか空から見ても分かりやすい場所となっているのね。そうなんだ。この短冊状の形が世界農業遺産と関係しているんだ。ちなみに世界農業遺産とは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたって継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関わってきた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性などが相互に関連して一体となった世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域に認定されるんだ。要するに、いろいろな面から見て世界的にも重要な場所ということだよ。また、世界で86地域、日本では15地域が認定されているよ。他にも時と共生する佐渡の里山で、新潟県の佐渡市、茶草場の農法から、静岡県掛川周辺地域などがあるんだぜ。そして、今回見ている川越市、所沢市、富士見野市、三好町も認定されているんだ。地図で言えば、この辺りだ。埼玉の南部辺りだね。一体、この場所のどのような事例が選ばれたんだ？それは、この場で360年以上にわたり続けられてきた、落ち葉堆肥農法という農法が認定されたんだ。このシステムの歴史は、1600年代の江戸時代に行われた、武蔵野台地の開拓に遡る。だから、川越周辺のサツマイモ栽培とも関係するんだ。まさか、武蔵野のサツマイモ栽培の裏に、重要な農法があったとは。ところで、その農法はどんなのなの？この武蔵野地域は先ほども言ったが、栄養分が少なく、水に乏しいなど農業を行うには、非常に厳しい自然状況の中にある。関東ローム層が関係していたよね。そうだね。そのように、不毛の地だったから、効率的なシステムが出来上がったんだ。この農法ではこの画像のように敷地を利用するんだ。屋敷地、畑地、平地林をこのように計画的に配置し、その平地林から生じる落ち葉を寝かせることで、微生物などを多く含んだ堆肥を作り、それを畑地に敷き込み土壌改良を行うことにより、生産性が高い畑地を生み出すんだ。落ち葉は腐ると堆肥となるからね。そして、そのようなサイクルから、安定的な農作物の栽培を可能としたんだぜ。これを、落ち葉堆肥農法というんだぜ。このシステムは都市近郊でありながら、生態系機能をフル活用した、持続的な農業であるということが、世界的にも重要となるんだ。この農法の歴史は先ほど言ったが、1600年代の武蔵野台地の開拓に遡る。そして開拓農民のここの土地区画を、屋敷地、畑地、平地林でセットにすることで、自力維持が図られるんだ。野放図な開発にならないからね。そして、集落全体で暴風土壌の飛散防止、地下水事業などの複数の機能を持たせ、持続的な農業農村を定着させてきたんだ。この配置の平地林は暴風や土壌の飛散を防ぎ、土地利用が整備されることで、地下水事業の効果もあるからね。そして、この農法が残したランドスケープは、今でも残っている。それがこの空撮写真の肌色のところなんだ。だから、短冊状に土地が区切られているのか。そうなんだ。では、この一部に近づいて見てみよう。このように短冊状に土地が区切られ、畑、そして平地林や屋敷の跡の形になっている。確かに、一方、この農法地域を画像で見ると、このようになっているんだ。これはわかりやすいね。そして、現在でも、この落ち葉堆肥農法のシステムにより、多種多様な農産物が生産され、市場に出荷されているんだ。今でも活用されているんだ。さらに、システムを維持するために、毎年行われる平地林の落ち葉掃きなどの、臨床管理や落ち葉の堆肥化は、豊かな春植物を生み出すとともに、多様な鳥類や昆虫の生息の場を生み出しているんだ。生態系にも影響を与えているわけだ。そして、地域という広がりを持って今なお残っている点や、四季の変化が明瞭な温暖湿潤気候の日本において、気温差により生じる落ち葉を活用して、育まれた農法である点、さらに畑地の自力維持において、世界的に見ると本地域と対照的に、家畜から得られる求肥に強く依存している、地域がある点から鑑みても、この地域は世界的にも稀な地域だと言えるんだ。そうか。視点を広く持つと、この場所の特異性が分かってくるわけね。そうなんだ。そして、以上の理由も含め、この落ち葉堆肥農法は世界農業遺産に選ばれたんだ。また、江戸時代からのサツマイモ栽培にも、この農法が関係しているんだ。このような農法があり、川越芋は発展していったんだぜ。それは知らなかったな。サツマイモから色々と見れて面白いね。それはよかった。
ということで、川越の芋菓子については以上だ。では、次に川越のもう一つの名産である、抹茶について見ていこうか。川越の抹茶。川越はさつまいもが有名だが、さらに抹茶とも関係がある場所なんだ。さつまいもと抹茶か。いい組み合わせだね。でも、川越抹茶というのは初めて聞いたな。それはそうかもしれない。というのも、この川越抹茶は、最近再生した名産だからなんだ。そのようなこともあるんだね。では、川越抹茶の歴史を見ていこう。まず、埼玉のお茶といえば、狭山茶が有名だと思う。聞いたことあるね。川越市の南にある狭山市、入間市、所沢市などの場所に、狭山茶という名産が存在するんだ。そして、色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめを刺すというフレーズがあるように、狭山茶は日本三大茶の一つなんだ。ちなみに、武蔵野台地の水はけの良い土壌が、お茶の栽培に適していたため、お茶の栽培が盛んに行われるようになったんだぜ。ここでも、武蔵野台地の特徴が生きてくるんだね。そして、この狭山茶の原点となったお茶が、実は川越で育てられていた川越抹茶なんだ。へえ、そうなんだ。この川越抹茶の特徴は、まろやかな甘みとコクのある深い味わいなのだが、川越市、狭山市、所沢市などを中心に、旧川越領内の茶園で栽培されているんだ。また、大きな茶産地としては北限に位置し、他の産地に比べ厳しい冬を越すことから、旨味たっぷりの茶葉が特徴となっているんだぜ。そして、現在は川越の古くて新しい名産品として、注目を集めているんだ。古くて新しい。矛盾するけど、興味がそそられる名産品だな。では、その川越抹茶の歴史を見ていくぞ。まず、この川越抹茶の歴史は、南北朝時代まで遡ることができるんだ。当時の初学者向けの教科書である、伊勢帝金往来によると、その頃の武蔵川越は天下の茶どころに、名を連ねる土地の一つだったんだ。そして、茶の名園五条の一つであり、関東唯一の茶として全国で名を轟かせていたんだぜ。そのような時代もあったんだ。しかし、戦国時代に突入し、寺院や武士が衰退していくとともに、川越抹茶の名は、徐々に失われていったと言われているんだ。だから、今はあまり名前を聞かないんだね。これは川越城付近の空撮写真なのだが、ここの川越館跡史跡公園の一角には、小さな茶畑があるんだ。かつて、この場所に住んでいた武蔵武士川越氏は、館の前庭で茶を栽培して、飲んでいたと言われており、館跡から茶臼や、風呂といった、茶道具が発掘されているんだ。そして、その後、川越抹茶は狭山茶として蘇るんだ。その証拠が入間市宮寺にある、出雲岩井神社の石碑に記されているんだぜ。この石碑は茶作りについて記された、重ねて開く茶場の碑というんだ。これは、宇治で開発されたという、新たな製染茶法を取り入れた、茶作りの復興の記念として、1832年に建築されたものなんだぜ。そして、この時に作られた煎茶が、後に狭山茶と呼ばれるようになるんだ。ちなみに、重ねて開くとはかつて衰退してしまった、茶の生産を再開するという意味で、碑文には日本茶の歴史や、武蔵川越茶が狭山茶として、蘇るまでの経緯などが記されているんだ。また、領内で茶を栽培していたという川越市の中院。川越茶の歴史は、この場所から始まったと言われており、領内には狭山茶発祥の地の石碑があるんだ。そのような場所があるのか。でも、川越抹茶は一度途絶えてしまったんだよね。その後、どうやって復活したの？その動きは2012年に始まったんだ。現 NPO 法人川越抹茶の会が、川越茶リボーンプロジェクトを立ち上げたんだ。その目的は川越茶を現代に蘇らせること。そして、2013年には、川越市産業観光館で、川越茶の販売が始まったんだ。その後は、次々と市内のお店で川越茶を使った、商品が売り出されるようになったんだ。見事に復活したんだね。そうなんだ。今では、カフェでドリンクやかき氷、そして、お土産などで楽しむことができるよ。ぜひ飲んでみたいね。というところで、川越の名産品である抹茶、そしてさつまいもについては以上だ。ぜひ、川越に行きたくなったぞ。今回の動画はいかがだったかな？川越のさつまいもと歴史、地形が関係しているのが分かって面白かったぞ。それはよかった。というところで、今回は終わりとしよう。今回はお土産から都道府県を見てみた。今回の動画が評判が良ければ、各都道府県のお土産も取り上げようと思うんだ。面白かった、または少しでも勉強になったという方は、ぜひいいねやコメントなどで教えてね。また、埼玉のうんちくやおすすめのお土産、おすすめの場所などがあれば、どしどしコメントしていってね。他にも、本チャンネルでは都道府県×〇〇として、都道府県をいろいろな視点から見るように心がけている。もし、面白そうな視点や見てみたい事象などがあればコメントしていってね。それでは、今回はここまでとしよう。それじゃあ、またねー。またねー。